ちょっと、あなたここで何してるの？え？いや、これは俺のテントなんですけど。これは、俺がソロキャンプをしていた時に起こった話。俺のテントの中に、突然、酔っ払った女性が入ってきた。話を聞こうとしても、泥酔状態の彼女は、意味不明な発言ばかりする。これまで何度もキャンプをしてきたが、こんな経験は初めてだった。その時の俺はかなり戸惑っていたが、これがきっかけとなり、俺の人生は大きく変わっていくことになる。あなたここで何してるの？警察呼びますよ。早く出て行って。毎日仕事に追われ、それをただこなすことに必死だった俺は、ストレス解消としてよくソロキャンプに行っていた。キャンプをしている間は誰とも話さなくていいし、自然を眺めながらコーヒーを飲んでいると心が洗われる気がしていた。そんな俺はいつものように次のキャンプ場を探していると、まだ行ったことがないキャンプ場を見つけた。湖畔の近くにテントを張れるキャンプ場で、ネットの画像を見る限り、とても良さそうな場所だった。俺はすぐにそのキャンプ場を予約して、次の週末にはその場所まで車を走らせていた。キャンプ場に到着すると、予想通りのいい雰囲気だった。景色もいいし、設備も整っている。俺は手続きをするために管理棟に行くと、受付には優しいおじさんが丁寧に対応してくれた。今日は予約のお客さんも少ないから、どこでも好きな場所にテントを張っていいですよ。そう言われてテントサイトに向かうと、おじさんの言う通り、数人のソロキャンパーしかいなかった。これならゆっくりくつろげそうだ。俺は上機嫌のままテントを組み立て、しばらくのんびりと過ごしていた。湖をぼーっと眺めていたり、コーヒーを飲みながら本を読んでみたり、ここは俺にとって最高のキャンプ場だった。そんな幸せな時間はあっという間に過ぎていき、すっかりあたりは暗くなっていた。そろそろ寝る準備をするかな。俺がテントの中で寝床の準備をしているとき、事件は起こった。ちょっと、あなたここで何してるの？警察呼びますよ。早く出て行って。え？なんと、俺のテントの中に知らない女性が入ってきた。その女性はかなり酔っているようで、自分のテントと間違えて入ってきてしまったらしい。いや、これは僕のテントなんですけど。何を言っているの？そんなわけないでしょ。ここは私の家なの。もういいわ。私は眠たいの。全く話の通じない人だった。そして、俺の寝袋を奪い取ると、彼女は本当に寝てしまった。どうすんだよ。昼間にいたキャンパーの中に、こんな女性はいなかったよな。すっかり遅い時間になってしまい、こんな時間に一軒一軒テントを訪ねるわけにもいかず、俺は仕方なく外にマットを敷き、予備として用意していた寝袋で寝ることにした。幸いにも外は暖かく、日頃の疲れもあったため、俺もすぐに眠りについた。
そして翌朝、俺が目を覚ますと、テントの中には誰もいなかった。昨日の女性は誰だったんだろう。不思議に思いながらも、特に何かを盗まれたわけでもなかったし、俺は気にせず朝食の準備を始めた。すみません。昨晩はこいつが大変ご迷惑をおかけしました。突然俺に謝ってきたのは受付のおじさんだった。その隣には昨日の酔っ払い女が立っていた。私ひどく酔っ払っていて、このテントで寝てしまったみたいなんです。本当にすいませんでした。彼女はとても申し訳なさそうに俺に頭を下げていた。話を聞くと二人は親子だったらしく、彼女は休日になるとお父さんのキャンプ場の手伝いをしているという。お酒はとても弱いらしいのだが、昨日はお父さんの誕生日だったようで、少しだけお酒を飲んでしまったという。私がちょっとトイレに行っている間にいなくなっちゃいまして。私も全く記憶がなくて、朝起きたらこのテントにいたんです。それで怖くなって何も言わずに管理棟まで戻ってきちゃったんです。事情を理解した俺は笑って許すことにした。それよりもこのキャンプ場をとても気に入っていた俺は、二人にそのことを伝えたかった。それにしてもこのキャンプ場はすごくいいですね。景色も最高だし、設備も整っていて感動しちゃいました。それはよかった。ありがとうございます。改めてお詫びをしたいので、ぜひまたいらしてください。いや、お詫びなんて。でも絶対また来ます。こうして俺はこのキャンプ場に何度も訪れるようになった。その度に、管理人の親子に挨拶するというのがお決まりになっていた。彼女はずっと気にしているようで、申し訳なさそうにしながら焚き火の薪やバーベキューの食材をサービスしてくれた。毎回サービスしてもらうのも悪いと思った俺は、彼女をバーベキューに誘ってみることにした。お父さんも了承してくれたし、お酒は絶対に飲まないという条件で、彼女は参加してくれることになった。普段は意外にもおとなしいタイプのようで、テントに入ってきた時とはまるで別人だった。彼女は俺が何を言っても楽しそうに笑ってくれるし、料理もすごく美味しそうに食べてくれる。一人になるためにソロキャンプに来ているのに、誰かと一緒に食事をすることがこんなに楽しいことなんだと再認識した。この湖もなんかいいですよね。私も大好きなんです。風がない日は景色が水面にきれいに映るんですよ。彼女は毎週のようにこのキャンプ場にいるだけあって、いろんなことを俺に教えてくれた。ここからもう少し行ったところに、すごく見晴らしがいい展望台もあるんです。そうなんですね。全然知らなかった。明日行ってみようかな。でもちょっと道がわかりにくいかも。あとで地図を書きますね。ああ、じゃあせっかくだし、僕をそこまで案内してくれませんか。俺は思い切って彼女を誘ってみた。え、私も行っていいんですか。ああ、でもここの手伝いもあるから。
俺自身もすっかり忘れていたが、彼女はこのキャンプ場の手伝いに来ていることを思い出した。それでも翌日、お父さんはあっさりと許可を出してくれた。いつも手伝ってもらって助かってるからね。たまには楽しんできなさい。お父さんは本当に優しい人で、それは俺がこのキャンプ場を気に入っている理由の一つでもあった。そんなことで、俺は彼女と二人で近くの展望台に行くことになった。確かにそこまでの道は複雑になっていて、俺一人ではたどり着けなかっただろう。そしてしばらく歩くと、無事に展望台に到着し、見渡す限り絶景が広がっていた。少し山を登った分、キャンプ場よりも景色が開けていて、遠くの景色までよく見ることができた。俺たちはベンチに座り、二人で景色を眺めていた。こんな景色を見ちゃったら、仕事に戻れなくなりそうだよ。お仕事大変なんですか？まあそれなりに大変ですよ。だって聞いてくださいよ。この前もね、得意先で厄介な人に出会っちゃって。綺麗な景色を見て気分も開放的になったのか、俺はついつい彼女に愚痴を漏らしてしまっていた。そのまま俺は30分くらい一人で喋っていた気がする。それでも彼女は嫌な顔を一つせず、真剣に俺の話を聞いてくれていた。すいません、一人でたくさん話しちゃって。いえ、私も日頃のストレスを発散するためにこのキャンプ場に来ているので。でも自然の中で過ごすのって大切なことですよね。たまにこの山の登山コースにも挑戦したりするんですよ。俺はまだまだ彼女と話したかった。もっと彼女のことが知りたいと思った。だから俺は思い切って彼女に聞いてみた。もしよければ、今度一緒に登山しませんか？時間がある時で大丈夫なので。すると彼女はニコッと笑い、それは楽しそうですね。戻ったらすぐにお父さんに聞いてみます。あと私の連絡先を教えておきますね。この日以降、俺はキャンプ場以外でも彼女と会うようになった。登山もしたし、ハイキングもした。紅葉も見に行ったし、二人の興味があることは何でもした。はじめは二人ともストレス解消を目的としていたのだが、今では俺は彼女に会うだけで心が満たされていた。どんな景色を見ても一緒に感動してくれるし、きっと聞いていてもつまらないような愚痴でも最後までちゃんと話を聞いてくれる彼女に俺は惹かれていったのだ。勇気を出して告白しようかと悩んでいると、俺は突然会社から海外転勤を命じられた。周りの同僚はみんなすでに結婚をしていて、必然的に俺が抜擢されたのだろう。最低でも一年は帰ってこれないと言われた。そして転勤前の最後の連休、俺は彼女に別れを告げるためにキャンプ場へと向かった。受付で親子に転勤のことを話すと、そうか、それは残念ですね。でもあなたが帰ってくるまでちゃんと待っていますから。
お父さんはそう言ってくれたのだが、彼女は下を向き、何も言わなかった。俺は日本での最後のキャンプを全力で楽しむために、準備の段階から張り切っていた。いつも通り自然を満喫しながら食事の準備をしていると、二人はいつも以上にたくさんの食材を抱えながら、こっちに向かってやってきた。今日は最後なんだから、盛大にやりましょう。お父さんも気合が入っていて、高級なお肉を振る舞ってくれた。そして、三人でのバーベキューは、これまでの中で最も素敵な時間になった。普段俺は、キャンプ場でお酒を飲むことはしないのだが、今日だけは飲んでもいいだろうと思い、家から大量のビールを持ってきていた。お前はやめておけよ。わかってるって、一滴も飲まないから大丈夫。そんな会話をしながら、みんな楽しそうに笑い合っていると、食材もあっという間になくなった。ああ、いけねえ。もうこんな時間か。そろそろ見回りに行かないと。消灯までまだ時間があるから、もうちょっと楽しんで行ってよ。そう言ってお父さんは管理棟に戻って行った。俺もトイレに行くために少しだけその場を離れたのだが、帰ってくると彼女は椅子に座ったままうずくまっていた。ちょっと大丈夫ですか？具合でも悪いですか？俺が彼女に話しかけると、勢いよくこちらを振り返った。大丈夫に決まってるでしょ？ほら、食べ物がないわよ。何か持ってきなさい。俺は嫌な予感がした。慌てて彼女の周りを見てみると、コップにはビールが入っている。お茶と間違えて飲んでしまったようだ。そんなことより、あんた今日で最後なんでしょ？まだまだ飲むわよ。そう言うと彼女はまたビールを飲もうとする。俺は全力で止めに入り、彼女の周りを片付けていると、彼女は突然立ち上がり、湖の方までふらふらと歩いて行ってしまった。そして湖の手前で止まり、その場に座ってしまったため、俺はそこでしばらく彼女を介抱していた。彼女は意味不明な発言を繰り返していたが、俺はそれに対してひたすらうなずいていた。何度も水を飲むうちに少し酔いが覚めたのか、彼女は冷静になって俺に向かって話し始めたんだ。なんでもう別れなの？すごく楽しかったのに。これから私はどうしたらいいの？もっとあなたと一緒にいたかった。告白するなら今しかないと思った俺は、深呼吸をして彼女の方を見ると、彼女はすでに寝てしまっていた。酔っ払っていたものの、俺は彼女の本音が聞けたような気がして、とても嬉しかった。それと同時に、俺は向こうで頑張って結果を残して、早く日本に帰ってこなきゃと思った。翌朝、彼女は前日のことを何も覚えていなかった。本当のことを話すと、また気にしてしまうと思い、俺は特に何も言わなかった。そして俺は親子に改めて別れの挨拶をして、キャンプ場を後にした。その翌週から、俺の海外生活が始まった。そこでの仕事は、
日本にいる時以上に忙しく、今でも思い出したくないくらい激務に追われていた。言葉の問題もあったし、俺は精神的にかなり参っていた。それでも俺は早く日本に帰ること、そして彼女に告白することだけを考えて必死で頑張った。その努力の結果が実り、俺は目標通り一年で日本に帰ってくることができたのだ。帰国して一番にしたことは、もちろんキャンプ場の予約。電話にはお父さんが出てくれて、俺のことも覚えていてくれた。久しぶりじゃない。君なら大歓迎だから、いつでも帰っておいで。そう言われた俺は、早速週末にキャンプ場に向かった。一年という時間は経っていたが、そこから見る景色は相変わらず最高だった。ごめんね。君が予約する前に友達との約束を入れてしまったらしくて、今日はここには来ていないんだよ。受付にはお父さん一人だけしかおらず、彼女は友人と食事に行ったようだ。君にこんなことを頼むのは申し訳ないんだけど、あいつを迎えに行ってもらってもいいかな。今日はこの後、お父さんが彼女を迎えに行く予定だったらしい。俺は早く彼女に会いたくて、お父さんから場所を聞いて、すぐに車で迎えに行った。伝えられたお店に入ると、そこには、彼女とその友人がいた。そしてよく見ると彼女はまた酔いつぶれていた。うずくまっている様子で俺はすぐに分かった。もしかして海外に出張されてた方ですか？話はこの子から聞いています。彼女の友達は俺の存在に気づき、話しかけてきてくれた。この子ったらあなたの話しかしないんですよ。日本に帰ってきたらここに来てくれるんだって。だからお祝いも兼ねて一杯だけ飲ませちゃったんです。まさかこんなにお酒が弱いとは知らなくて。まあ確かに一杯だけでこんなに酔うとは思わないだろう。俺は彼女を引き取り、キャンプ場まで送っていった。その道中、彼女はずっと眠っていた。はあ、この子ったらまた飲んだのか。申し訳ないね。時間も遅くなってしまったし、今日はこの管理棟に泊まってっていいからね。お父さんは呆れながら見回りに行ってしまった。俺はとりあえず荷物を移動させようとした瞬間、彼女に腕をガシッと掴まれた。どうやらまだ酔っ払っているようだった。ちょっとこっちに来て。彼女はそう言って俺の腕を引っ張り歩き出した。俺は状況がわからないまま彼女の後をついていった。そして彼女が急に立ち止まると、そこにはたくさんの料理が並んでいて、いろいろなところに飾り付けもされていた。後から聞いた話では、彼女は俺を驚かせるために一人で用意してくれてたらしい。もしかしてずっと待ってたの？遅すぎるよ、バカ。こんなに好きなのに。彼女はそう言うと、再び眠りについてしまった。一年ぶりだったが、彼女も俺のことを思ってくれてたのがとても嬉しかった。俺は彼女を管理棟まで運び、
彼女からのサプライズは見なかったことにして、その日は俺もそこに泊まることにした。そして翌日、何も覚えていない彼女は、俺をまたその場所に連れて行ってくれた。あなたが帰ってくるって聞いたから、一人で一生懸命準備したんですよ。俺は初めて見たかのように驚き、喜んだ。そして俺は覚悟を決めて彼女に言った。ここにまた来れてとても嬉しいです。僕はこれからもずっとここに来たいと思っています。そしてあなたと一緒にもっともっといろんな景色を見に行きたいです。だから僕と付き合ってください。彼女はニコッと微笑みながらうなずいてくれた。実は私もあなたのことを好きだったんですよ。うん、ずいぶん前から知ってたよ。それでもシラフの状態で言われるのは初めてで、さすがに今日のことは明日になっても覚えていてくれるだろう。この日は二人にとって忘れられないバーベキューとなった。そして俺はこれからも彼女と一緒にたくさんの幸せを見つけていくのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。